いやー、美味しそうなパイ。これリンゴパイ？アップルパイでございます。アップルパイ、アップルパイ。アップルパイでございます。ぜひ食べに来てください。はい。ということで、本日は暖冬の休日、札幌国際スキー場にスノーボードにやってまいりました。Good choice。ね。今年もよろしくお願いします。はい。ちょっと続くよ。はい。雪もいいですよ。ここは札幌国際スキー場でございます。今は寒いですね。今日のウェアはノルウェーのアウトドアブランドノローナのタモゴアテックスジャケットブラックカモフラージュリミテッドカラーエディションですね、はい、インサレーションはアーキテリクスニュープレイ FL ジャケットで、アーキテリクスのアルファ A アルファですサロモンのブーツです。グローブはスワニーアラスカ3フィンガーグローブ、3フィンガーのゴアテックスレーザーグローブ、アラスカは十分な保温力があり、ドラゴン PXV ルーマンレンズライトローズカラーで調光、ヘルメットはスイートプロテクションルースター2カーボンファイバーのハンドメイドのヘルメット、ショルダーパックはアーキテリクスルナラ10完全防水のショルダーパック、ゴンドラ内ではフロントに、滑るときには後ろに装着してフィット感がいい。今雪が降り始めました。スキー場は完全に仕上がってますね。札幌国際スキー場のランチは牛丼と豚汁のセット、これで税込み1100円、少し食べてみたんですが、あ、いいですね、美味しい豚汁ですね。糸こんにゃく、さつまいもと豚肉、具沢山ですね、大根、さつまいもに人参、豚肉もいっぱい入ってますね。牛丼も甘辛くてちょっと濃いめの味はスノーボードで疲れた体には染みますね。美味しい。でゴンドラも終了、あとはパトロールの方たちが最後にゲレンデ降りて終わりですね。ということは、私が最後のお客さん。いや、ちょっと滑りの画像はちょっとないですね。スノーボードです。